クイズ研究会出身、高校生クイズ全国大会出場、日本放送アナウンサーの吉田ひさのりです。意外にクイズガチです、10月の19日からはクイズ結構本気でやりますよ。ではどうぞ。はい、私ミューコミ作家の大塚ウテナの出身校といえば明治大学ですが、明治大学出身の大物有名人ジョビジョバのマギーさんの好きな食べ物といえば、お酒に合うものと何でしょう。噛む上にお酒に合うものと何か、マルチーズ。マルチーズ、好きな食べ物ですよ。あ、食べ物なの。好きな食べ物です。白っぽい黄色っぽい、まあ、白っぽい黄色っぽい、白っぽい黄色っぽいもので、マルチーズ。マルチーズ違う。正解です。嘘つき。違うだろ。なんだよ。じゃあ正解はラーメンです。釈然としないです、10月の19日からのミューコミプラスは、はい、本当はゲストが来るのを起点にしてクイズやります。クイズやりますけど、僕関口優斗といえば、お年寄りに優しいことで有名ですが、厳しくなくてよかった。厳しくなくて。ではお年寄りが持っているのど飴はなんでいつも独な味がするのでしょうか。おお、買い物する場所が僕らと全然違うから。正解です。嘘つけんなよ。何の書いてないの。書いてある。正解です。もうちょっとすいません、何でしょうね、リノトールクイズやります。